皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。マス村井です。大衆ってことですね。マス村井。マス村井。大衆。マスメディアと、ね。マスメディアの。はい。YouTube メディアの。リオナリです。ございます。はい。アラミンです。お願いします。はい。本日はグランリバース降臨でございます。はい。来ました。どうした。まだ一度も。挑んでます。挑んでみました。いや、まだ挑んでないです。何も見てないです。僕が喋ってるのに勝手に喋る権利あります？いや、ね、今振ってきたのに振られたのに今これ。はい、今回は、今、村井さんがニコ生中だ。はい、で、さっき村井さんはグランリバースに勝ったらしいです。はい、情報がね、情報は僕らね、その間ちょっとある動画を撮ってたんで撮ってましたね。次はマス村井の、あ、お願いします。華麗に、うん、グランリバース俺たちの降臨戦、うん、まあマックスさんがね行けたら行っちゃった。僕いけるでしょう。マックスさんですかね。はい、早速。はいはい。おお、ガチガチ、まあまあ、ガチガチのラダラパーティー。まあこれでしょう。いいっすね。さすが、さすが負けたくないからね。さすがいいっすね。マス村井さん、マス村井さん違いますね。行きますよ。お願いします。さらっと、さらっともう倒しましょう、うん、さらっとね。はい、さらっと行きましょう。おい、なんじゃなんじゃなんじゃ。お、早っ。すげえ判断が早い、ね、この敵はこういう敵だってすぐ分かってんの、この人。すげえ早い。さすがマスさん。マスさん違いますね。ありがとう。マスです。褒め言葉なんですね。ありがとう。マスです。マスさん、はい、はい、パー。ああ、まあ、ここはね、マス。でも6バトルなんですね。マスじゃなくても、マスじゃなくて、マスでできるんですよ。自分のことマスって言うんですよ。もう自分で言うんですね。村井じゃなくて、ここ正直耐えれますね。1年生は、うん、確かに、ね、ずっと攻撃しかしてこない敵だと思ったんだよね。はい、やばいですね、なんか大丈夫ですかこれ。謎のレーザーがピキピキ言ってますよ。ますけど大丈夫。ピキピキしてるけど大丈夫。大丈夫。画面が、画面が、ね、いや、これあれで、あの録画したら実はピキピキなってない。なるほど。どうしようかな、突破しようかな、まあ、突破しよう。インドラ2ターンなんで、まあ、ここあんま突破しても問題ないと思うんで、はい、突破してきます。達成環境のせいで僕何も見えてないっていう、マスさんの頭にもかぶってるし、やめてよ。ゲーム画面も見えないし、手元も見えないんですよ。いつもと違ってちょっとね、はい、こっちにここにゲーム画面があるわけです。そうなんです。そっち側にあるから、マスさんの方にある。ちょっとやめ、嘘です。ちょっとやめて、見づらいですね、ちょっとね。まあちょっと四つ消しかな。おお、すごい。おお、さすが。見えてます？ちょっとこっち、僕こっち行きましょうか。いや、でもそうなるとリオナリさんがやっぱ見切れちゃう。まあここを突破でしょ。あ、すごい。みんなの目線ここにいるんです。そこにあります。そこにあるから。パソコンの位置、あ、来た。あ、もうこいつが来る、もう。え、早い。いや、ここはね、早くていいですよ。ここ早くていい。パターンは一緒。パターン一緒ですね、同じ敵だと思うんで。あ、あれかな。レーザーボードすげえ気になりますよね。え、なになに。いや、レーザーの見方、見えないんですよ、こっからじゃないと見えないんですよ、もう。何が。いや、違う違う、見方こうやって、違う、これが本当にベストなんですよ、これ。ほら、ミックスさんが被せてくるから。他は映ってないよ。しょうがない、俺見たいもんだって、パズル。ミックスさん、あ、じゃあマスさん、ね、見よ、これがマスパズル。マスパズル。それだと、ゲーム画面被っちゃうんですよ、多分ね。俺映ってないんですけど、わかんないですけど。マスパズ。マスパズ。おお、マスパズ。マスパズ。あ、おお、いい、さすが。やべえ、そっ、俺ね、もしかして、いや、ダンジョン見てないですけど、うん、こいつ、そのアカソニアの後に究極したじゃないですか。はいはい、究極したじゃん。わかる、究極、アオソニア。あ、やっぱり出た、出た。うわ、うわ、うわ。いやー、これねー。本当にそうだね。えげつないんですかね。えげつなそうだね、次。この人、色あるんで、はい、次の先生も考えて異質で突破します。なるほど。今回はでかい先生パターンだった、ね、異質でいきます。あ、そうですね、前回はこういう3倍でいったんで、そうそうそう、異質でいきます。はい、マスさん。ちょっと嘘でしょ。え、いや、マスさん煽り何なの。いや、ご自分でおっしゃったんですよ。マスですって。自分で言ってましたよね。みんなパズルが見づらいから、俺のパズルに対してうまいとかなんもないんだよね。うまい。いや、うまい。いや、うまかった。で、これ青そうなんでしょ。本当にうまいです。で、まあ先生あってもイシスあるんで。あ、なるほど。やっぱり
片言なんです。うわうわうわ、えぐえぐえ、え、だってこれ、え、え、欠損だからあれじゃないですか。やば、え、やばい気がする。いや、急に急に急になんか、あれ欠損したね。欠損してロックされてるからオールドロックも使えないですもんね。いいこと言ったね今。本当ですか、ありがとうございます。いや普通だけど、あのさ、村井さんの降臨戦をさ、はい、僕らあのこの前に、うん、明日上がる動画を撮ってて、うん、見てないじゃないですか、うんうんうん、村井さんはもしかしたらボルメテウスここで使ったのかな。ボルメテウス、そうだね、ロック対策つってたもんね。もう超対策できてるじゃん、すげえ。ボルメテウスで多分これ来て、あー全部ロック。いや私にはボルメテウスがある。この多分このタイムシフト見てみて。これ絶対これ、あーマジで先生来るな、先生、ああ全部ロック、ああ全部ロックされた。私には大丈夫、私にはボルメテウスがこの切り替えが多分タイムシフト見てたら あるんで、たぶんねえだろ、私に。いやねえだろ、いやあるかもわかんないじゃないか。これどうしようかな。マスターの言う通りだ。ここ悩みどこだな。いやただ消さないとオールドロックチャージもできないの確かです。はい、まあ、インドラを使うかどうかなんだけど、うん、ここは使わないですね。なるほど、多分耐えれるはず。強敵マークとかなかったよね。そうですね、なかなかえぐい青さね。一旦普通に消してみますね。そんなことやってきてるだってワンパンされちゃったらもうえぐすぎますね。ただこれもヒソニアもだけどさ、あれなんだね、状態異常が効くんだね。あ、本当だ。結構楽かもしれないね、ダンジョンとして。だってこれ欠損してるの闇だからいいですけど、回復欠損してたらいいですよね。次何来るか分かんないからね、うん、そう、何来るか分かんない恐怖やばいね。この村井さんはいつもこのあれで戦ってたの、うん、すごいよね。マスターもびっくりする、ま、マスターマスターもびっくり。ご自分どうしようも。でも村井さんがこのインドラを早く使いたくなる気持ち分かるよ。これ分かる分かる、うん、確かに。だからここはねちょっと使わずにいきますよ。はい、でもそうか、怖っ。組んで、まあ大体さ、あのソニア系って減らしたらなんか一回ためだったから、これ普通に行きますわ。はい、普通に行きます。ロックスの数、早いんですよね、上手い人は。スピードだね。あ、やべ、ロック、いや大丈夫大丈夫か。あ、やべ、ロック順番決まっちゃった。どうなる、やばい。いやこれちょっとロック残しすぎた。イエー、ワンパン、ロック残しすぎた。え、もうボスじゃね。早っ、来た、ドラゴンズオシリス。はっ、何何今なんて言ったの。光と闇と、え、山賊性吸収だ。吸収、山賊性吸収、しかも吸収、しかもしかも俺のパーティーにどささってる、はい、何これ、どういうこと。あと一緒なんすか、水光闇、水水光闇、水光闇は吸収。あ、もうこれ完全にあれじゃないですか、ラードラパーティー対策で。ほんとだ、ラードラで来てみろってあれですよ。なんで水この色の意味あるの。あれでしょ、だからイシスの色と。本当にイシスと闇代わりとインドラ。じゃあもう5色でよくね、5色でよくね。5色吸収だともうだって何したら、何したらいいの。これはまあさすがに耐えれると思うんで一発食らいます。絵がかっこいいな。あれ消したいね、育てたい、6個消したい、確かに6個消したい。僕はやっぱソニアグラント組ませて使いたいですね。あ、なるほどね。あ、うまいうまい。殴っても仕方ないもんねこれだって。あ、あ、来た。お、いやでもこれ、お、あ、でも何もないでしょこれ、吸収されちゃう。三単語になるか、何かあるんでしょうね、怖いですよね。確かに、わかる、なんかそうじゃないですか。え、ドラゴンたちが現れた。え、なんだ、ハチ。やっぱりあれですよ、パターンは一緒ですね、ソニアグラの時と。一旦順、なんか唱えてきて、次のターン、ドン。ドラさん、毒でしたもんね。アラミンの言う通り、この次もう一回貯めて、ドンはありえると思うから、はいはい、ここ耐えれると思うんだよね。イシスで耐えよう。じゃあ、インドラやめて。はい。さすが。ただ、吸収解かないことには勝ち目ないんで、うん、まあ、こうだね。うわー、あー、やっぱ毒だ。ねーよ。毒なんだ。で、次溜めてしまった。ですね。吸収が終わるんだ。だよね、だよね。そうしかないよね。か、もしかしたらこれ、うん、またまた吸収の可能性あるよ。また3ターン。え、そしたら3ターンにする必要あります。一旦組むよ。違う色がまた
え、これどうしよう、インドラ。え、そんなさ、壊滅級みたいな、うん、インドラいる。いや、ちょっと待てよ。インドラ怖いね。ただ初手がためでこれだったでしょ、はい、で次にドンはないと思うから、うん、普通に回復1コンボで、はい、あ、水抜けしちゃった。ううのためろ、守り。うわー、全部読まれている。うわー、 50% 半減、はい、よし。え、これ村井さんどうやって戦ったんだろう。闇代わり使います。もうぶっ飛ばすんだよ。うわあ、ぶっ飛ばせるのかな。ぶっ飛ばそうと思ったんだけど、ぶっ飛ばそうと思ったんだけど、闇カーリーがね、もう調子が悪かったね。オッケー、インドラ使って、はい、きっと半分まで減らしたら何かが起きるはずだから、はい、これミックス3的にあと1個欲しかったんですか。そう、4-3だったら多分飛ばせてるはずなんだよね。一旦これで、3-3で組んで様子見ます。はい、はい、まあでもそんなに、ああなるほど、回復が3-3組めるんだね。ミックスには見えているのか。うん、見えてるじゃないですか。やばい、見えてる、すげえ見えてる、すごいものが見えてる。すごいものが見えてる。わかんないけど、いくよ。まああのラードラ使ってるんで、これ多分全然。うわーすげえな、やっぱそこ分割するんだな。いやーごめん、間違い。まあそうだよね。これでどれだけ削れるかだよ。はい。一コンボ。落ちコン一。十コンボで。ああ。ああ。お。お。兄さん。あら、あっちゃう、あら、これが大人の10コンボ。いけいけいけ、これ編集で、ここ編集でお願い。いけいけ、よっしゃー、倒しましたね。いったいけたねいけたね、いけましたね、いけた、さすが10コンボ。村井さんも噂によると10コンボ出して勝ったって。はい、というわけで無事クリアということで、はい、ちょっと、はい、おめでとうございます。記念にちょっと行きましょう。あ、やっぱり降臨、やっぱりね、マス村井さん恒例の、すみません、マス村井恒例のちょっとあれやりましょう。マス両なりは引かないですか。マス村井恒例の、あの降臨勝ったら100連ガチャ、100連ガチャ、僕みたいな100連できる。嘘です。出た、バズ・ランド・ドラゴンズ、はい、山違いますね読みますけど、そうやってね。W だと思いますよ。山じゃないですね、これはね。山。自体ですよ、次、風とか出て。出ないですね。五輪火山みたいな。急に輪にならない。かっけえ、かっけえ。急に輪。風。次、風。いや、だから、何回言うんですか。じゃあ次、林なんですか。林、林。さあ、ハラミンさん。はい、なんですか。ゴッドヘッドを引いたソーズじゃない。引きましたね。何が出たんでしょう。2体目のカンナが出た。2体目の、え、2体目のカンナ、え、ふざけんなよ、モンポだろ。いや、ふざけんなよ、モンポにしろ、早く。怖い怖い、急に、マッサン、マッサンの顔が怖い。じゃあ、あれやる、なんすか。あ、出た、ポージング、ポージングやります、ポージングやる、いいっすよ。あ、じゃあ、せっかくだから、せっかくだからやる。じゃあ、我々見せないようにしてください。はい、じゃあ、僕らが、あの、当てます。当てよう、当てようか。じゃあ、引きますよ。いいっすよ。はい、あ、じゃあ、見えちゃう、皆さんも見えちゃいます、ミックスさん、あの、見えちゃいましたけど、目隠せばいいだけだろ。なんで俺がお前に配慮しなきゃいけないんだよ。いや、なんでそんな声、ここカットでお願いします。いきますよ。いいんだよな。じゃあ皆さんもぜひ考えてみてください。いきます、そい。いや、でもこれでカンナ出たら、カンナ出たって言うよ俺、普通に。なんで嬉しすぎてね、あ、出なかったな、これカンナ。わかりました。はい、ただ、はい、これ簡単です。お、お、もう目は超簡単。青いいっすか、いいっすか。あ、じゃあ超簡単っす。ちょっと小物使っていいっすか。いいっすよ、いいっすよ。超簡単ってことは多分昔からいるんだろうな。はい、じゃあマス村井さんの全力ポージングガチャまで3、2、1、はい。お、あ、わかった
めちゃブルブルしてる。めちゃブルブルしてる。体幹鍛えてる。長友、長友。でもそんな長友優斗。長友じゃない。体幹を鍛える長友優斗。違いますか。あのジョジョの第5部のナランちゃん。わかんないけど。ジョジョ5部のナランちゃん。ラムちゃん。ラムちゃん。ラムちゃん。はい、答えてもらナランちゃん。ラムちゃん出ねえだろ。ラムちゃん。ラムちゃん。ラムちゃんっぽかったから。完全にでも完全にジョジョの第5部のナランちゃんの表紙のポーズ。わかんない。わかんない。わかってる。ガッチさん。ガッチさんはアホだからこれ。なんだろう。え闇ですよね。ブブーえあれのポーズいたっけ。エスカマリだと思ったのに。なんか右手が分かんないけど。えあ分かった。フェスゲンだの木で、木です。違うよ、中痛い。え嘘、え、これ分かんない。なんでカーリー、カーリー、あれだと思った。ヒカーリー、木の列号の人だと思った。はヒカーリー、ヒカーリーそんなんじゃないよ。あの、ヒカーリーコールか。嘘でしょ。ヒカーリー進化前。いやこれマジで再現度高いから。えじゃあ目線もこっち向いてるし。フェスゲンは合ってるんですか。合ってねえよ。合ってないんじゃ、なんでその余計な情報。いや多分ね、パーカーが悪い。パーカーのせい。パーカーに色は関係ないよ。じゃあ何属性かだけ教えてください。水です。水。あ、もうこれ超最大ヒント。水だよ、水。金ですよね。金、金、金。ああ、あれ、あれだ、あれ、ちょっと待って、あれだ、ね、あれだ、あるものがないから、あれだ、あれだ、あるもの、あれだ、誰、あの、俺、いや、持ってる、持ってるね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 、急に持ってるね、あのね、ここに、あの、天使、天使、おお、ああ、ガブリエル、おい、正解、やったー、あるもの、何があれば正解だったんですか、花っすね、花か、お花持ってるんですよ。あ、なるほど。え、嘘、もうこのまんまやったんだけどな。羽生えてないから。いや、まんまだった。羽生えてないからだ。あ、ほんとだ。羽は羽生えさせないよ。まんま、まんま、こうやって見ると羽生えるのは無理だわ。すげえ。あ、右手なんか、あ、普通にこうしてたね。さすがだ、ガブリエルだ。え、てかさ、はい、速攻で終わると思ってさ、うわ、もうちょっと変なの引いたなと思っちゃったけど。いや、あのね、意外とね、ガブリエルなんで頭の中なかった。はい、というわけで、はい、やべやべ、釣りそう、釣りそう。マス村井さんの、はい、グランディバース、ありがとうございます。ノーコメのチャレンジでした。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、というわけで、マス村井さん、じゃあね、じゃあね、つる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 、マス村井さんではなく、マックス村井さんの、降臨戦、はい、見たい方は、はい、概要欄のリンクから、はい、タイムシフトでね、見れると思うんで、はい、ぜひご覧ください。はい、僕も見ます。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また明日、さよなら。今あの男が待ち望んでいた、あの男が地球を救う救世主となって帰ってきた。その男の名前は村井智武。後のマックス・村井である。もう一度聞く、奴はどこだ。あなたが来るのをずっと待っていた。君は私たちを救ってくれた。お名前を教えていただきたいですね。2016年2月6日、知ってる。君はこの長い髪をなびかせた男に激しい刺激を受ける。マックス・ザ・ムービー、それは時代を先取りした若者たちへの天真爛漫なメッセージである。貴様ら機械には分かるまい。マックス・ザ・ムービー、もうこれしかない。